はい、どうも、ゴトさんです。はい、フェイトのね、3周年、いろいろイベント行って、新しいのが始まったので、まあ、来ましたね、スカサハのね。で、まずは、いきなり4。まあ、予備符が4枚あるので、それをまず回していきたいと思いますが、いきなり1枚目で星4レースを来ましたね。ありがとうございます。さあ、じゃあ行きましょう。2回目。すみません、ちょっと単発でね、間延びしちゃいますけど。スカサハラ今回かなり強いので、これはできれば被せたいとこなんですけど、ちょっと欲しいね、持ってないサーバントもいろいろピックアップされるみたいなので、あれ星さん、ちょっといいですね、古符2枚、予備符か。予備符2枚で。前も一回言いましたけど、予備符なのか古符なのかで、多分予備符なんでしょうね。全体的に予備符の方が多い気がするので。はいはい。じゃあ最後の1枚行きましょう。星5は出ないかな、さすがに。はいはい。あれ星4が出ましたね。星42枚。ありがとうございます。かなり運いいですね。じゃあ10連。今、ローディングちょこっと入りましたね。どっちかな。新サーバントは星5しかないので、まあ、ローディング入るとかなりドキドキしますが、これは星5霊装かな、確率的には。ちょっと止まった。さ。今回キャスターですよね。はいはいはい。というか、どうだ ?40 連分石が残ってるんで、これで来てくれればかなりありがたいんですが、ただ今回ね、1凸ぐらいまでは持っていきたいのが正直なところなので、さあさあ、どうでしょうね。はい。何も来ないかな。ちょっと飛ばしたくなりますけど、もう少しだけやってみますか。お願いします。いやー、サーバントが来ないとドキドキもないですね。あれ、最初のローディング何だったんだろう。星5霊装とかは来るかなと思ったんですけど、おお、サーバントどうだ。はいはいはい、違いますね。はい、さあ、コツ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 回していきましょう。お、どうだ。ああ、来た。これか、ローディング。いや、でもこれで、霊装は星5、星4、星3、全部揃ったので、さ、まだ期待はできるけど、どうでしょう。はいはいはい。まあ、10連、最初の4、予備符4枚で、まあ、星4霊装も2枚出てますから、まあ、星4はやっぱり出やすいですよね。星5霊装がね、あんまりこう、当たらないので、さあさあ、お願いします。サーバント、まあダメか。まあまあ、今回ね、最初の10連だけはちょっとしっかり回して1枚1枚見ていきましたけど、飛ばしていきましょう。ちょっとさすがにね、間延びが、おお、なんかメッセージが来ちゃいました、ごめんなさい。さあ、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ行きます。20連目お願いします。ローディング来い。あー、来ないか。まあ、ローディングないとね。おお、星5レースを。星5が出るのは嬉しい。さあ、星4から来ましたね。さあさあ、サクサク行きましょうか。さあ、止まってくれれば、もう飛ばしてるんでね。星4以上しか出ない。さあ、お願いします。おお、星5また来た。あ、星5レースをすごいな。いや、ピックアップの星5レースを、これで2枚目か。ありがとうございます。ありがたい、ありがたい。お、すごい、すごい出るな。はい。まあ、星4レースを3枚に、星5レースを。さあ、30連目、お願いします。まあ、おお、マジか。なんだこの星5レースの出方。まあまあ、今回おかしいぞ、このレース。30連で3枚出てるのか。もう星4レースは貫突終わってますね。おい、え?マジか。え、もうこれで1、2、3、4枚、星5、新星5霊装も出てますね。さあ、じゃあ40連目。こんなに、え、あ、さあさあさあ、飛ばしていきましょう。というか、星4サーバントが来ないぞ。星4以上サーバントがちょっと、霊装はものすごい確率で来てますけど。はいはい、ガンド。さあ。でもあと1枚でも、新星、え?貫突終わりか。1、2、3、4、あ、5枚来ましたね。マジか。40連で新星5レースを貫突終わりましたね。さあ、
課金しなきゃダメですね。残りが、まあ40連残ってた分で、それなりできたのでさ、じゃあ課金をしていきます。はい、じゃあ増えましたね。じゃあ行きましょう。50連目、お願いします。今、ローディングもなかったよ。うわ、やべえ。始まった。いや、星5がすげえ勢いで出てたんでね。さあ、60連目、お願いします。いやー、最低保証の星4一枚で終わるのはきついな。マジか、ちょっと、え？ちょっと待って、この60連、70連目がやばい。違う、4、5、60連目、50、60がある。今の70連目ですね。さあ、おー、やった。1枚で終わらないと嬉しい。ちょっとひどかったな。ちょっと、やばい。50、60、70がほぼ爆死。さあ、80連目。今あれ、今星5レッソじゃない、うあイリアか。さあ90連目、早いな。マジか。ちょっとこの追加の9800円はちょっとひどかった。さあ、お、あ違った、飛ばし忘れてた。さあ行きましょう。星5出るなぁ。すごい出てるな。まあ、最初の40連の出方、また2枚。ありがとうございます。これ、なんか2枚出ること多いな。すごい運がいいんでしょうけど。さあさあ。さあ行きましょう。まあ2枚ね、星折れそう。さあ、課金また。はい、じゃあ増えました。110連目、ローディングなかったかな。さあさあさあ、いやサーバント110連でまだ1回も来てないな。星5レースはとんでもなく来てますけど、なんかすげえ回る。なんだこれ、おー、レースだらけ。うわ、でも星ほんと、すごいすごいなんだこれ、何枚出るんだこの110連目、恐ろしいぞ。さあ、あーローディングまたないか。120連目、いや、というか、サーバント、ほんと120連でゼロ。おー、やっと来た。いや、でも金だ。誰だ、キャスターだとは、マジか。星4なしでいきなり星5。来たー、ありがとうございます。うわ、星4サーバント120連でゼロ体で、1回目に来たやつが、いやー、星5レースに偏った感じでしたけど、まあ、こういう時もありますね。ただ、120連で、まあ1点狙いのサーバント引ければ 0.7% なんで140連ぐらいですもんね、大体確率が。いやいや悪くはないですけど、まあ霊装もね完達できたので。おや、小さきものか。死の氷雪に君臨する我が身を呼んだのは、私は神霊スカサハスカディ、北欧の古き神々の花嫁にして、かつて女王であった異文体サーバントである。いや、メッセージ来ちゃいましたね、すみません。ちょっと画面を編集すると思いますが、まあ、120連で無事引くことができました。ご視聴ありがとうございました。まあ、3周年イベントたくさんなのでね、皆さん頑張っていきましょう。